政治とは流血を伴わぬ戦争である。毛沢東の言葉の中で最も好きな言葉だ。先日の衆議院総選挙で民事党の圧勝を受け、先ほど田伏克也内閣が誕生しました。僕の夢は総理大臣になること。総理の年収は約4000万、他に寄付金として2億ほどもらえて、さらに内閣官房機密費という自由に使えるお小遣いが年10億から30億とも言われ、申告の必要もない、まさに夢の職業。ではどうしたら総理大臣になれるのか。後に学校改革によって新生海底高校として生まれ変わった。そして今では多くの政治家や官僚を世に輩出している。それは超名門海底高校の生徒会長になることだ。そして歴代生徒会長によって作られた政界の最大派閥、海底生徒会長会に入ること。その派閥に入るのが総理への近道と言われている。下手が下がってるね。しかも生徒会長には東大への推薦入学というおまけ付き。我々は時に優しく、時に厳しく、諸君を指導するだろう。だから皆生徒会長の座を狙っている。男は皆野心家だ。でも僕は誰にも負けない。願う発信。次に新入生代表の挨拶。今年度の入学試験で最優秀の成績を収め、上り詰めて海底高校の生徒会長になってみせる。そして将来必ず総理大臣になり、僕は作る僕の国を。産業省の事務次官だ。そして父も海底高校の中心だった。母桜子は元ピアニスト、やんごとなき家系の長子として生を受けた僕は父から多大な期待を寄せられた。というのもその昔父は生徒会長選でライバル東郷宇三郎に敗れたんだ。東郷は生徒会長会入りを果たし、今は通商産業大臣。父は自分の果たせなかった夢を僕に託そうとした。けど世の中うまくいかない。どうやら僕は母の遺伝子を濃く受け継いだらしく、ピアノのコンクールを総なめにしてた僕は東郷宇三郎の息子東郷菊間、射程の根津西蔵の妬みを買い陰湿ないじめを受けていたんだ。よろしく痛いで、今日も女みたいにピアノボロンボロンかよ。返して。は、男なら力で取り返してみろよ。覚えてろよ、今度やったらもっとボコボコにしてやるんだからね。彼女は白鳥ミミコ。はい。ちょっとはやり返したらどうなの。僕、あ
そうのとか嫌いだし。でも私好きよ、そういう優しい定一くん。ピアノを弾くなとは言わん。だが学ぶべきことがたくさんあるだ。あなた、定一さんが怖がってるわ。そんな腰抜けだから東郷のせがれごときにやられるんだ。定一さんは成績もいいのよ。海底高校の生徒会長になるには成績だけではダメなんだ。僕、生徒会長なんてなりたくない。ああ、海底高校の生徒会長になることは将来国を動かす政治家や官僚になる近道なんだぞ。自分の国を作る男にとってこれほど大きな夢はなかろう。自分の国。桜子、お前がピアノなんか習わせるからこんななよなよした男になってしまったんだぞ。あら、私は優しい男の子に育ってくれて嬉しいわ。停止、今からタクシー業に行くぞ。好き？その根性を叩き直してやる。おい、あなた、やめて。おい、どうして僕がピアノを弾くと争いが起こるのだろう。ただピアノを弾きたい、それだけなのに。手段を選ばない。正々堂々なんて言葉は定時点から削除済みさ。お待たせしました。ありがとう。お帰りなさい父さん。落語はどうだった？特段何も。新入生代表の挨拶も滞りなく。まずはルーム長になることか。お前の実績なら問題なく選ばれると思うが、念のために寄付金も増額しておいた。あなた、入学早々そんな話。定時さん、お友達たくさんできるといいわね。母さん、僕はお友達を作るために進学したんじゃないよ。よく言った。東郷菊間だけには死んでも負けるな。花園女子学園はどう？みんなお嬢様すぎてつまらない。ごきげんよう挨拶するのよ。ミミコには合わないな。ひどい。それよりなんで糸電話なの？海底高校は男女交際禁止だからね。それにスキャンダルは政治家にとって命取りだろ。これなら盗聴される心配もない。そこまで警戒する？あ、学校どうだった？いい緊張感だよ。夢の一歩を踏み出したわけだからね。ねえ、最近はピアノ弾いてるの？いや。もったいないよ。プロも認める才能を持ってるのに。また聞かせてほしいな。ミミコ、人はいつか人生をかけて本気で戦う時が来る。それが大学受験の人もいれば就職試験の人もいるだろう。でも僕にとってはそれが今なんだ。だからピアノはその後だよ。うん、分かった。応援する。ありがとう。愛してるよ。